お店でラーメンを食べたら美味しすぎて人生観が変わるよとまで言われてしまった。でも俺にとってはカップラーメンで十分だし、値段が安いということもどうも信じられなかったから一度は断ったんだ。でもとにかく美味しいと何度も言うんだよ。そしてアメリカ人男性による日本の豚骨ラーメンにまつわるエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回はこれはラーメンの呪いだ。アメリカ人学生が日本で豚骨ラーメンを初めて食べた結果の話題です。海外、きっと君の人生が変わる。今や世界中でブームを巻き起こしている日本の国民食ラーメン。現在日本の大手チェーン一風堂や一蘭などの有名豚骨ラーメン店が海外に進出して出店し、長蛇の列を作るほど人気があることは地元メディアでもたびたび紹介しています。そのため外国人さんにとって日本のラーメンといえば豚骨味がメジャーのようです。もしかしたら日本の有名な豚骨ラーメン店の行列の中に外国人さんが多いなと思ったことのある人もいるのではないでしょうか。さて今回ご紹介するのは、そんな日本の豚骨ラーメンを初めて食べたというアメリカ人男性によるエピソードです。彼は母国ではお店でラーメンを食べたことがなかったと語っていました。どうやらアメリカのお店で食べるラーメンは値段が高いため、安くて美味しいカップラーメンで十分だと思っていたようです。そんな彼が日本で初めて豚骨ラーメンを食べたようですが、一体どのように感じ、どのような心境の変化があったのでしょうか。早速ご紹介していきます。俺はアメリカ人、3ヶ月前に日本の大学に留学生としてやってきた。海外で暮らすのは初めてで、日本に来るまではすごく緊張していたけど、暮らしやすいからすぐに慣れた。人間関係も良好だよ。日本人はとても親切で優しいからね。日本に来てすぐに親しい日本人の友達が何人もできたんだ。彼らとはいろいろな話をするけど、食べ物について話をすることが多いかな。彼らはアメリカのグルメにも興味津々だったよ。アメリカのハンバーガーとかステーキとかの話をしたら、みんな食べたがっていたね。ある日、話題はラーメンの話になった。アメリカには日本のラーメンチェーン店が何店も進出しているみたいだけど、やっぱり美味しいのかいって友達から聞かれた。アメリカで日本のラーメンが大人気になっていることを友達は知っているようだった。アメリカでは2000年代にラーメンブームが起きた。ラーメンブームの先駆けを作ったのは、桃福というラーメン店だ。実はこの店は日本から進出したのではなく、韓国系アメリカ人が開いたラーメン店なんだ。桃福のラーメンはアメリカで人気となり、その後様々な日本のラーメンチェーン店がアメリカに進出したそうだ。例えば博多発祥の豚骨ラーメン店一風堂や、東京発祥の豚骨ラーメン店トンチン、福岡発祥の豚骨ラーメン店一蘭などがアメリカにはある。アメリカにいる仲がいい友達もとにかくラーメンが大好きだ。彼のせいでそんなラーメン事情については知っているんだよ。彼は月に一度はラーメン店にラーメンを食べに行っていた。彼は日本の漫画も大好きで、ナルトという漫画を読んでからラーメンを食べるようになったと言っていた。なんでも漫画の主人公である渦巻ナルトという人物の大好物がラーメンらしい。アメリカでは日本の漫画も大人気で、漫画に書かれている食事がとても美味しそうという理由から実際に食べてみて、その後ハマる人も多いと話に聞いたことがある。このような理由もあってか、アメリカではラーメンが大人気になっているんだよね。なので日本人の友達は、俺がアメリカでラーメンをお店で食べたことがあると当然のように思っているらしいんだ。だけど残念ながら俺はお店でラーメンを食べたことは一度もない。俺のようなアメリカ人は結構たくさんいると思うよ。でもラーメンが嫌いというわけではない。むしろ料理の中では好きな方だね。カップラーメンは常に家にストックしておいて、アメリカにいた頃にたまに食べていた。アメリカで買えるカップラーメンの種類は日本と韓国の食品メーカーが多くを占めている。マルちゃんや日清、札幌一番、オットギがメジャーブランドだよ。日本に来てスーパーに行った時に日清と札幌一番のカップラーメンを見つけた時は感動して思わずまとめ買いしてしまったよ。小腹が空いた夜中とかに食べると最高に美味しいんだよね。
ラーメンがそんなに好きなのに、なぜお店ではラーメンを食べないのか疑問に思われるかもしれない。お店でラーメンを食べない理由は、アメリカのラーメンの値段が高すぎると感じているからだよ。アメリカではお店でラーメンを食べようとすると、チップや税金を含めると1杯3000円くらいするんだよね。きっと食べれば味は気に入るとは思ったけど、値段が高いからカップラーメンで十分だと思っていたんだ。なぜみんなはわざわざ高いお金を払って食べるのだろう。安いのに美味しいカップラーメンがあるから十分じゃないかってね。俺はアメリカでのラーメンブームに対してそんな風に疑問を感じていたんだ。日本の友達に俺がお店でラーメンを食べない理由を説明するとひどく驚いていた。彼らにとってもラーメン一杯3000円というのは値段が高すぎるようだった。日本なら3000円出せば品数豊富なコース料理も食べられるらしい。彼から聞いた話だけど、日本のラーメンの値段はアメリカのラーメンの3分の1くらいらしい。日本にはチップの習慣はなく、お店でラーメンを食べた場合の値段は700円から1000円くらいだという。嘘だろ?いやいや、なんだか安すぎないか?その後、友達が日曜日に一緒にラーメンを食べに行こうよと誘ってくれた。確かにカップラーメンは美味しいけど、やはりお店で食べるラーメンは最高に美味しいよとのことだった。お店でラーメンを食べたら美味しすぎて人生観が変わるよとまで言われてしまった。でも俺にとってはカップラーメンで十分だし、値段が安いということもどうも信じられなかったから一度は断ったんだ。でもとにかく美味しいと何度も言うんだよ。そして3000円もしないからとしつこい。そこまで言うならと俺は友達と休日にラーメンを食べに行くことにしたよ。大学が休みの日、友達と駅で待ち合わせて、友達が行きつけのお店というラーメン店に歩いて向かった。これまで聞いたことがない店名だったが、お昼前だというのにお店の前には何人も待っている人がいた。ラーメン店は回転率が早いので、それほど待たずに中に入れるだろうとのことだった。順番待ちをしている間に友達から日本のラーメン店事情についていろいろと話を聞くことができた。もちろんアメリカと同様に日本にも多くのラーメンチェーン店がある。しかし日本ではチェーン店だけではなく個人経営のラーメン店もものすごく多いそうなんだ。お店ごとにこだわりがあるのでトッピングやスープ、麺にも違いがあるそうだよ。ラーメンスープの種類の豊富さにも驚かされたね。お店で食べるラーメンといえば豚骨ラーメンのイメージが強かった。アメリカの友達はラーメンの話になるといつも豚骨の話を始めたからね。でも味噌とか醤油とか塩の他にも鶏ガラや海鮮とか色々あるそうだ。さっぱりした味が好きな人は豚骨よりも塩とか醤油を好むらしい。味噌や醤油というのは日本らしい味付けだよね。日本では基本的に朝と晩は寮で食べて昼は学食で食べることが多いけど、味噌や醤油は毎食のように使われている。味噌にラーメンというのはイメージが湧かないけど人気があるそうなので、おそらく美味しいのだろう。友達の行きつけのラーメン店は豚骨ラーメンを出すお店とのことだった。メニューを見ると、本当だ、高くない、1000円もしないなんて。俺は早速友達と同じ豚骨ラーメンを注文してもらい、ラーメンが出来上がるのを待った。店内は程よく狭く活気に満ちていて、とてもいい雰囲気だなと感じた。店員さんたちの元気の良さはとても気持ちがいいものだったよ。店員さんたちがラーメンを作るのを席から見られるのもいいよね。ラーメンを食べる前からテンションが上がったよ。注文してからすぐにラーメンが手際よく作られ、出来たての熱々の状態で目の前に提供された。俺は思わず息を飲み込んだ。絶対美味しいから。友達は笑顔でそう言った。よし、とりあえず食べてみよう。もう我慢できなかった。箸で麺をガシッと掴み、勢いよく吸い込んだ。パク。おー、これは、トゥーデリシャス。思わず叫んでしまったよ。だろう?友達はとても満足そうな顔をしていたね。スープはクリーミーでコクがあるのに、後味はさっぱりしている。これなら全部飲めそうと思った。細めのツルツルした麺にスープがよく絡み、最高に美味しかった。いろいろなトッピングが乗っているのは、お店ならではの楽しみだと言えるよね。ネギにメンマ、大きなチャーシューや半熟卵がラーメンの上に乗っていた。
スープや麺だけでなく、チャーシューの美味しさにも感動した。チャーシューとは簡単に言うと、ポークを煮たものだけど、お店によって大きさや厚み、食感、味付けなどが異なるそうだ。替え玉というシステムがあり、もっと食べたいと思ったら麺だけを追加注文できるそうだ。替え玉にすると麺を安く買えるのでお得だ。友達も替え玉をしたが、俺ももちろん替え玉をした。美味しい豚骨ラーメンを食べながら、友達からラーメンに関する興味深い話についていろいろと話を聞くことができた。それはお店の数だけいろいろな豚骨ラーメンがあるということなんだ。一言で豚骨ラーメンといっても、ものすごくこってりしたスープを売りにしているお店もあるそうなんだ。今俺が食べているスープはそれほど濃くはないそうだ。俺はこれくらいの濃さがちょうどいいと感じた。お店によってスープの濃さだけでなく、味や香りまで違うそうだよ。いろいろなラーメン店を食べ歩いてみて、自分に合うラーメン店を見つけるのも楽しいよね。実際に友達も何十軒もラーメン店を食べ歩いて、ようやくこのお店にたどり着いたそうなんだ。お店で初めて豚骨ラーメンを食べてみて、本当に美味しかった。値段が高いからという理由でアメリカにいた頃にラーメンをお店で食べなかったことを激しく後悔したよ。この美味しさならアメリカでは高くても仕方ないかもとまで思ってしまった。みんなが日本のラーメンに夢中になっていたことが今になってようやく理解できる。お店でラーメンを食べなかったことを悔やんでいる俺に、友達はこんな風に声をかけてくれたんだ。なんで落ち込んでるんだ？今からだって全然遅くないよ。お店でラーメンを食べるという楽しみができてよかったじゃない。ってね。翌日、大学で友達に会うと、彼はあるノートを見せてくれたんだ。ノートの中身を見てびっくりしたよ。そこには友達がこれまで食べたラーメンの感想が詳細に残されていたから。お店の場所や雰囲気とかスープや麺、トッピングなどの特徴が細かく書かれていた。友達はそのノートをラーメンマップと呼んでいるそうだ。俺はしばらく無言で夢中になってそのノートを読んだ。ただ食べるだけでなく、こうやってノートに書いておくと記録として残るからいいなと感じた。俺も友達がやっているラーメンマップを真似してみようと思った。日本で食べた豚骨ラーメンは衝撃的な出会いだった。友達が美味しすぎて人生観変わるかもよと冗談っぽく言っていたけど、本当に人生観が変わったように感じた。日本のラーメンは値段が手頃なので、俺はその後一人でもラーメン店に行くようになったんだ。毎回行ったことがないラーメン店に行き、メニューの中で一番気になったラーメンを食べた。食べた後はラーメンの特徴をノートに書くことが習慣になっていた。最初はスカスカだったノートが、日本での留学期間が終わる頃にはかなり充実した。日本での滞在期間はあっという間に終わり、仲良くしてくれた友達に見送られ、大切なノートと一緒にアメリカに帰国した。友達や日本と離れるのはやはりとても寂しかったし辛かった。アメリカに帰国すると仲がいい友達が遊びに来てくれた。ラーメンが大好きなあの友達だ。友達にラーメンマップを見せたら彼はとても驚いていたよ。無理もない。アメリカにいた頃は友達にラーメン店に行こうと誘われても固くなに断ってきたからね。友達が大好きな一蘭に行き、豚骨ラーメンを食べた。麺は細くてもちもちしていて、スープはコクがあったが後味はさっぱりしていた。ラーメンの中央に赤いソースのようなものがかかっていた。一蘭の秘伝のレシピで、友達の話によると、材料やレシピを知っているのは社内で4人しかいないそうだ。すごい話だな。アメリカのラーメンは値段が高い。だから日本にいた頃のように頻繁にラーメン店に行くことはできない。でも友達の誘いが来ると乗るようになった。だってその美味しさを知ってしまったからね。もうカップラーメンでは満足できない体になってしまったよ。あの頃の俺はカップラーメンで十分満足できたのに、俺は密かにこれは日本のラーメンの呪いと呼んでいる。今後インスタントラーメンを楽しむことができなくなってしまうということだ。日本よ、昔の俺を返してくれ。時々そんなことまで思うほどさ。日本のラーメンくらいの値段だったらもっと大好きなラーメンを食べに行けるのにな。ああ、日本人が本当に羨ましいよ。以上がエピソードの概要です。
そんな日本の豚骨ラーメンの話題には、海外スレッドにもたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますので、ご覧ください。海外の反応。俺は一蘭の豚骨ラーメンが大好きだよ。定期的に無償に食べたくなるんだよね。一風堂のラーメンを食べて人生が変わったよ。それぐらいうまい。きっと大げさに言っているんだと思うだろう。でもこれは本当だ。どれを食べても君の表情を満面の笑みに変えてしまうだろう。ぜひこの店に行ってみてくれ。そうすれば僕が本当のことを話していると分かってもらえるはずだ。この言葉を覚えていてくれ。きっと君の人生が変わる。私は無条件に一風堂が大好き。ここには友達に会うために来たんだけど、一風堂は私が食べに行きたい場所リストのダントツ1位にある店でした。豚骨ラーメンしか食べたことがないけど、日本は全国各地に様々な味のラーメン店があるよね。麺の硬さやトッピングも選べるらしいわ。自分好みにカスタマイズできるのもいいわよね。噂によると、一風堂の歴史は12世紀まで遡るらしい。どうやら元は忍者の一派だったそうだ。OK。もちろんこれはジョークだ。ただそんな歴史があったっておかしくないくらいここはすごい店なんだよ。アメリカでも豚骨ラーメンをよく食べるよ。値段は少し高いけどね。一度食べたらやばい。もはや中毒患者のようさ。私が一風堂に行ったのは、フランク・ブルーニがニューヨークタイムズのレビューでここを褒めていたからよ。それに私は大の日本オタクですから、一風堂にはかなり満足できましたよ。私がこれまで訪れたことのあるニューヨークの日本料理店の中でも一番高い点数をつけさせてもらいます。やばい、どうやらハマってしまったようだ。一風堂のスープは私がこれまで味わってきた食べ物の中で一番素晴らしかった。もしまた一風堂に行くことができれば、再び天にも昇る気持ちになれるだろう。日本の豚骨ラーメンを食べ歩きするのを生涯の目標にしているよ。それぐらい豚骨ラーメンが大好きさ。以上が海外の反応です。今や世界中で大人気の豚骨ラーメン。豚骨ラーメンの歴史は20世紀から始まりました。1937年に創業した福岡県久留米市のラーメン屋さん、南京千両が発祥と言われています。南京千両のオープンから10年後の1947年に現在の白く濁った色をした豚骨ラーメンが誕生します。店主がいつものようにスープを煮込んでいた時、火力が強すぎたために白く濁らせてしまったとのこと。そこで店には出せないのでスープを捨てようとしましたが、念のために味わってみたところ、とても美味しかったため、その日以降店に白く濁ったスープを使うようにしたようです。白く濁った独特のスープは店のアクシデントから生まれたものなのです。そんな豚骨ラーメンは今や日本人だけでなく、外国人さんにも最も人気のあるラーメンとなりました。もはや豚骨ラーメンは日本が世界に誇れるグルメの一つのようですね。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか。ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。メンバーシップもやっています。チェックしてみてくださいね。ありがとうございました。ではでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。